Yeah.
受賞句定期公演第71編にご来場いただきありがとうございます。ありがとうございます。それではここでグループ紹介をさせてください。私たち九州女子学は九州の女性の強さを表した赤をイメージカラーに、攻撃的なダンス、そしてオール生歌でのボーカルワークで九州の女性の綺麗さ、可愛さ、力強さをお届けしている5人組のガールズグループです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介をしていきます。はい、私の種が芽を出し大きな緑になりますように。九州女子学の新メンバー、福岡県出身19歳イチローアナです。そして今日がですね、ゼップ前ラストの定期公演ということで、皆さんともっともっと一つになって楽しんでいければなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここでお知らせをさせていただきます。はい、九州私が主演を務めさせていただきました佐賀県の伊万里市の PR ドラマ伊万里の怪人の完成披露試写会が伊万里市民図書館の1階のホールでございます。ぜひね、私がこうたくさん昨年の12月くらいにご撮影に行かせていただいたんですけど、こうたくさんね役と向き合って撮らせていただいたドラマ の完成を皆さんぜひ伊万里市で見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そしてですね、明日はですね、夕方の方に九州女子学ちかっぱ祭に出演させていただきます。こちらはですね、スカライスパショーさんで開催でのイベントなんですけれども、九州女子学2部のトリを務めさせていただくということでですね、もちろんね、このライブでも九州女子学の最高のね、ライブをお届けしたいと思いますので、明日のちかっぱ祭、ミニちかっぱ祭、ぜひお越しください。そして12日火曜日はバディエップさんにて九州女子学主催ライブを開催いたします。
平日の夜にはなるんですけれども、この九州女子オーク ZEP ワンマンに向けてこうどん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 こう気持ちも熱くなっていっております。そんなこの熱い思いが詰まったライブを皆さんにお届けするので、そして福岡のアイドルの皆さんと一緒にこう楽しい時間をお届けするので、ぜひ皆さん12日火曜日はバリアンツさんにお越しくださるとすごく嬉しいです。そしていよいよ九州女子オークのファーストワンマンライブが3月17日来週の日曜日となりました。こう ZEP を発表させてもらってから、こう ZEP っていう こう目標を掲げてこう走ってきました。そこでこう出会ってくださった皆さん、そしてその前からこう ZEP ワンマンが決まった時から応援して一緒にその発表を喜んでくださった皆さんと、こう3月17日一緒にこう夢だった時間を過ごせると思うとすごくすごく楽しみです。こうなのでまだね、今日ワンマンライブのチケット持ってないよって方はもうぜひ今日ゲットして遊びに来てほしいなと思っていますし、行くよって方はぜひこうお友達にもこうご紹介いただいて、お友達に紹介しても胸を張って紹介していただけるようなワンマンライブとなっております。もういよいよもう残り一桁となりました。ぜひたくさんの方とこの日は一緒に過ごしたいと思っております。皆さんぜひ九州女子オークのファーストワンマンライブよろしくお願いします。よろしくお願いします。信じて僕のシャイニングミラー。
Yeah.
まで残り8日ということで、一人ずつ皆さんに今の気持ちだったりをお届けできたらなと思います。じゃあまずアンナ。はいはい、ゼップ福岡ファーストワンマンライブまで残り8日となりました。今ここにいる方たちはこの九州女子学に出会ってこうやってライブに来てくれて本当にすごく嬉しいなって思っています。そしてこのゼップワンマンライブではもうこの九州女子学が今まで積み上げてきたもの全てを出し切りたいなって思っています。私は加入してもう少しで1年になるんですけれども、この毎日この九州女子学でたくさんライブしてきた全てをこの日は出し切って、皆さんがもうなんだこれはって思うくらいすっごいライブをお届けしたいって思っています。もう結構なんかその通し練習とかも始まって何回かやったんですけれども、もう本当にいいなって思うところがたくさんあります。皆さんぜひ楽しみにしていてくださると嬉しいですし、まだこう悩んでるなっていう方はぜひ来てくださるとすっごく嬉しいです。ぜひこの日17日は皆さんゼップ福岡にお越しください。よろしくお願いします。県外ばっかりで遠征ばっかりで外でばっかりライブしてるんだってそんな風に思う方もやっぱりいると思うんですよ。で、私たちも実際そんな風に思ったこともないといえば嘘になります。いや九州女子力って言ってるんだし、もっと九州福岡でライブすべきなんじゃないかなって思うこともあるんですけど、でも私たち九州女子力は全国の皆さんを九州に呼びたい、福岡で女子力のライブを見てほしいと思って、こう積極的に県外でのライブ活動遠征だったりをしています。でね、それができるのってやっぱり拠点である福岡があるから、福岡で皆さんがいるからそれができてるんです。なので九州女子力は九州福岡のグループです。だからここ福岡で活動できている、福岡でファーストワンマンライブができるということに自信と誇りを持って今こうしてワンマンライブに向かっています。皆さん、九州女子力のこと好きですか？好きだよ、大好き。あれ、そこに好きじゃないよ皆さん、女子力のこと好きですか？イエーイ、大好き。なもう本当にみんなと同じぐらい、いやみんなよりも九州女子力のこと大好きなんですよ。だから3月17日は九州女子力のことが大好きなみんなが最高に幸せになれる一日にしたいと思います。なのでぜひ九州福岡の皆さん、3月17日ゼップ福岡でお待ちしております。よろしくお願いします。皆さん、本日は福岡定期公演ゼップ前ねラストの定期公演に足を運んでいただき本当にありがとうございます。アンナが加入して実はまだ1年経ってなくて、なんかそう思うとこれまでの1年弱がすっごく早いなと思いますし、逆にすごい濃い時間をアンナがこう加入してくれてからこの今の5人ですごくすごくこう濃い日々を過ごさせてもらっていて、それにすごく感謝の気持ちでいっぱいです。そしてね、この
ワンマン、ゼップワンマンに向けてこうギグタカツアーでもたくさん成長できた部分がありまして、その部分をやっぱりこうゼップの日はステージでパフォーマンスで皆さんに最高のものをお届けしたいなと思っています。受職がこうデビューして今までこうやって7年目に突入したんですけど、こうやって活動できているのは本当に福岡で応援してくださってる皆さん一人一人がいてくださって、こうやって九州受賞7年目も活動できています。ぜひ8日後、3月17日は最高の受賞のパフォーマンスを見に ZEP 福岡に足を運んでいただけると嬉しいです。これまでの感謝だったり成長だったり、そして挑戦も皆さんにお届けできたらなと思っています。これからも九州受賞をよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。はい、もういよいよこう7年前にこう私が自分で ZEP でワンマンをしたいって言ってから、ようやくそう口に発してからようやく夢が叶います。この夢が叶う瞬間を今女子枠のことが大好きな皆さんと迎えられることがすごくすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。そして私個人的に今年でアイドルになって10年となります。こう10って言ったらちょっと長いなって思うと思うんですけど、私はなんかそんな風に思ってなくて、こうずっと楽しい時間って短く思うじゃないですか。こう女子枠やったりこう私だったりにこう出会ってくださった皆さんのおかげで、この10年が本当にあっという間に過ぎています。こうだからこそこの3月17日は、あ、10年福岡でアイドルやってよかったなって自分が思えるようなワンマンライブにしたいなと思っていますし、一度でも九州女子枠ミクのことが好きだなと思ってくださった方には、一緒に私が夢が叶う瞬間を共有したいなと思っております。ぜひこの日はみんなで一緒に記憶に残る一日を作っていきたいなと思っております。こうファーストワンマンって1回しかないじゃないですか。だからこそみんなで最高の一日にしませんか。九州女子枠皆さんを幸せにするために、今こうなんじゃないかな、ああなんじゃないかなって言って相談をしながらワンマンライブをよりいいものになるように作っています。ぜひ3月の17日九州女子枠のファーストワンマンライブを見に ZEP 福岡へお越しください。よろしくお願いします。ということでここで皆さんにお知らせをしたいと思います。次回の定期公演が4月の21日に決定しました。はい、このね4月の21日ね定期公演が決定したということで、はい、でですね、なんとこの日この定期公演は夜の部なんですよ。そしてですね、その前のお昼は私の生誕祭がございます。20歳じゃん。そう20歳なんです。乗れるの慣れますよ慣れるね。アンナにとって初めてのさ、生誕祭。そうね、なんかやっぱりこの皆さんにこうお祝いしてもらうっていうことが初めてなので、すっごいこう自分自身もドキドキしてるし、この20歳というなんていうんですか、こう新しい仲間入りじゃないんですけど、なんかすごいいろんな意味でたくさんドキドキしてるので、この日はすごい私にとってもこの皆さんにとっても素敵な日になったらいいなって思います。なんかさ、今さ何したいとかさ、これ準備しとるとかある？特にでもでもね、20歳になったら、みんなでお泊まりしたい。お泊まりしたい。そっか、20歳になったらお泊まりはできる。お泊まりしたいのか。今さ、乾杯したいっていうのか。あ、じゃあお泊まりしたいって20歳になったら。しよう、それはしよう。やろう。やりたい。はい、じゃあ4月の21日はまずアンナの生誕があって、そしてその後ね、夕方ですね、はい、まあ、今今日とこのね、テイクと同じ時間帯で夕方になりますので、はい、ぜひ4月21日もベイサイドライブフロさんにお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん、まだまだ盛り上がっていけますか。イエーイ。ライクウィークやっていけますか。イエーイ。それでは聞いてください、テイクウィーク。
「
全て